Who is Joey Noe?皆さんこんにちは。一日一応井上嬢ということで、今日はアメリカに行った時のカルチャーショック、驚きのみたいなのをシェアしていきたいと思います。国によってどういった生活をしているかっていうのは変わっていくわけですけども、3つばかり紹介したいと思います。まずはですね、日本人はすごく清潔な人が多いと思うんですね。それは例えば手を洗ったりとか、液とかもそうですしね。世界基準で言って多分もうトップ1なんじゃないかなっていうぐらい本当に清潔な人が多いと思うんですけども、アメリカとかね、かなり手洗わない人もいるっていうことですね。まあ、遊びに行って手が汚れるじゃないですか。で、洗わないっていう。で、石鹸置いてないとこと多いですもんね、家の中にね。遊びに来るっつって自分が呼んだとしていいよって友達が来るじゃないですか。でも手洗わないみたいなね。ちょっと洗ってよ。ありますよね。免疫力強い人多いんだろうなと思います。でも日本人からするとやっぱそれ汚いよねっていうシチュエーションは結構あるんで、それが一つのカルチャーショックになるかもしれませんね。で、2つ目は足ですね。靴を履いたまま土足で上がるっていうのは知ってると思いますけども、アメリカ特にね、ソファーとか普通に平気で靴履いたままこう踏んだりしますからね。踏むっていうのは足上げるってことですよ。ソファーに普通に座るっていうか、まあ、こんな感じでいや靴履いてるやんみたいな、汚いやんっていう。だから気にならない人多いんでしょうね。で、なんならベッドとかも靴でこうボーンって乗っちゃう人もいますし、足元に枕置いてゆっくりみたいな人もいるんで、手と足ですよね。あといろんなとこ裸足で歩くっていう人もいます。まあ、これどっちかというとニュージーランドとかオーストラリアとか多いんですけど、普通にね、公衆便所も裸足で入ったりする人いるんで、おいおいと。で、それで家帰ってくるでしょ。家帰ってきてソファー踏んで手もバッチリ、人が多くてもと、人それぞれですよね。僕は嫌ですけど。で、最後はとにかくシャワーそんな入らないという人が多いですね。で、女性とかでも普通に今日あんま臭くないからいいわっつって2日とかシャワー入らないとかもうザラにありますからね。え、だって頭皮が痛むじゃないみたいな感じで、だからシャワー入らないいいよっつって、逆に入りすぎたら頭皮に悪いのよって、逆に毎日シャワー入ってる俺が悪いんかいみたいなノリも出てくるんですよね。でそんなことないと思いますけどね。1週間とか入んない人とかもいいんじゃないかな。髪の毛は洗わないけど体はなんとなく2日に1回洗うとか、そういう人もいますし、まあどうなんですかね。人によっていろいろありますけれども、まあ、カルチャーショックになるかもしれないということで、今日もそういった情報を皆さんとシェアしました。井上嬢の再生リストはですね、詳細にもありますので、ぜひチェックしてみてください。チェックしてみて、最後、ってなっちゃった。前にもこういった話、結構してるんで、お願いします。Thanks for watching. 僕の活動は joeyinoue.com からチェックできます。ウェブコンサート、英会話レッスン、その他にもいろいろやってるよ。それでは残りの時間を使って検索するのがめんどくせえ人たちのために、私の自己紹介をしたいと思います。